中年オタッキーです。連休も終わりまして、まあ秋も深まりつつあってね、エンジンを止めてもね、もう全然平気になってる感じなんですけどね、今年ちょっと変ですよね。冬めっちゃ長くて、春めっちゃ寒くて、で、梅雨めっちゃ長くて、夏劇的に暑くて、ほんで秋が早い。もう、体おかしくなりますね、このね。まあ、暑いより涼しくなった方がいいんですけどね。まあ、そんなくだらん話はまあいいんですけど、今日はね、このカメラね、以前も紹介した、キャノン F1 ですね。キャノン F1 後期型、ジャンクで購入して、オーバーホールしまして、シャッタースピードの制御とか、そういう話はね、ちょっと動画で、触れてきたんですけども、撮った写真がまだ上がってなかったんで、今日はね、その、撮り上がった写真を見ながら、ちょっと、そのカメラのことをね、お話ししていこうと思います。それでは動画スタート。このキャノン F1 ですけどね、本当はね、部品取りにする予定だったんですけど、まあ、あまりにもね、ピカピカで、ほとんど使われた形跡がなかったことから、もう、これをオーバーホールしてそのまま使おうということに、まあ、なったということは以前お話ししましたけどね、で、徳島のね、地元でやられてる修理屋さんですね、趣味から発展させたという、修理屋さんで、修理して、まあ、修理っていうか、オーバーホールですね。で、まあ、その内容の方はね、前回の動画、で流しましたけども、シャッタースピードがね、もう2000分の1に設定しても600何十分の1が出ないやつだったんですけどね、それがね、無事2000分の1で切れるようになりました。多少ね、自分で調整しましたけどね、その修理屋さんがね、測定器具を持ってないということでね、完璧な精度は出てなかったんで、私は一応、まあ、iPhone のアプリですけどね、iPhone のアプリとセンサーで、シャッタースピードを測定できるんでね、ちゃんとね、膜の中央部で測りますし、膜のね、左と右でも測るんですね。初速と終速で、ちゃんと精度が出てるかっていうのを確認して、一応ね、初速も終速も大体同じぐらいの数値に収まってるんで、まあ、このぐらいで、リバーサルフィルムのね、撮影に対応できるだろうというレベルにはなってます。結構ね、いい感じで、仕上がりました。もうね、もう音がね、変わりました。オーバーホール前、もう音が全、音が全然違う。これね、まあ、修理屋さんもね、ほら、音変わったでしょって。なんか、覇気がない音だったんですよ。要は、膜速がもうね、緩やかになっちゃって、音にメリハリがないっていうんですか、もわっとした音になってて。で、今はこれ、パシッとした音でね、切れてますけどね、いい音になりました。でね、フルオーバーホールしてもらってますんで、他のね、動きもね、全部滑らかになってね、いい感じになってます。で、ファインダーもね、ちょっと、プリズムが汚れてたんですけどね、もう完璧にね、クリーニングしてもらってます。ものすごくね、綺麗です。これだけ綺麗な F1 はちょっとなかなかないだろうっていうね、レベルになってます。ただ残念ながらちょっとシャッター枠にシワ寄っちゃったんですけど、まあそこはしょうがない。1万3000円でここまでやってもらったんで、まあ文句は言えないところで安すぎますよね。写真撮ってきたんですけど、これ今ね、ついてるレンズはね、FD50mm F1.4 銀枠っていうね、やつになりますけど、撮ってきたのはね、今日ちょっと外そうかね。よっ、今 A1 につけてたんですけどね、ニュー FD50mm、F1.4 ですね。まあキャノンのね、マニュアルフォーカスレンズのまあ集大成みたいな感じのレンズになりますかね。結構ね、コンパクトなんですね。まあカタログではね、6群7枚構成ということで、絞りバネが8枚、最初絞り22、最短撮影距離が 0.45m、最大、最大撮影倍率が 0.15 倍、フィルターが 52mm ということですね。で、重量が 235mm ということですけど、このキャノンミュージアムさんの説明ではね、FL50mm F1.42、
の光学系を発展させ、一層のコンパクト化とコントラスト化を両立させたレンズということなんですけど、まあ、キヤノンのね、50mmF1.4 っていうのは、FL50mmF1.4 の1型まではちょっと違うんですけど、2型以降、NewFD50mmF1.4 で、光学系はね、基本的に、大体同じような光学系なんですね。今さっき銀枠、ついで銀枠のレンズもそうですけど、このレンズ、このレンズがね、FL50、ちょっと今フィルターついてるけど、フィルター外そうか。FL50mm のね、F1.4 っていうね、その、この構成のレンズの、元祖のレンズになるんですけどね、確かにレンズの口径は同じです。レンズ、ガラスのね、口径は一緒ですけども、大きさも重さも全然違います。もうこっちの方がね、1.5 倍近く重たいんじゃないかな。もうでっかいです。ただ光学系は一緒なんですね。ちょっと、ニューFで絞りが絞られちゃうんで、はっきりわからないんですけど、コーティングはね、全然違うし、この FL50mm の方はね、なんだっけ、アトムレンズ。放射線をね、出すっていうね、ちょっと怖いレンズになります。被曝しちゃいます。ずーっと持ってるとね、年何ミリシーベルト被曝するんだったっけ、ちょっとそこの辺は忘れたけど、まあ、命に別状があるようなレベルの被曝はしないみたいですけどね。で、このレンズで撮ってまいりました。これね、作例が、スマホでちょっとね、スマホに録画してるんで、スマホで説明していくんですけども、これね、フィルムはね、ケントメア100で、撮ってます。で、もうね、もう見ていただければわかる通りね、バリバリにシャープなんですよ。これはちょっと中間色っぽい絵になりましたけども、バリバリのシャープな絵になっておりますね。これね、この写真なんかね、マミヤの、RB67 と同じ写真になりますけど、負けてないぐらい解像度高いです。で、屋内でもね、しっかりね、コントラスト落ちしてないし、光、強い光がね、このように、強い光が入ってもね、コントラスト落ちしないですし、これなんかね、もう完全に反射光がテーブルに反射してるんですけど、フレアも出てませんね。で、まあ、背景ボケというか、被写界深度はちょっと浅い方になるんじゃないかなとは思いますが、ね、まあ、さすがその、FD レンズ 50mmF1.4 の集大成ということでね、これいいレンズです。これ北村さんでね、カメラの北村ナルト店で、ジャンクだったんですよ。ジャンク品で、5,000何百円だったかな。で、前玉のね、端っこがちょっとカビてたんで、自分で分解してのカビは取りました。前玉分解もそれ、以前のレンズよりも構造は単純になってましたね。後ろ玉は分解してないんでわからないんですけども、前玉をね、開けるのは非常に簡単でした。プラスチックのね、その化粧板っていうんですか、名板っていうんですか、このね、文字が書いてある板ね、普通はね、ゴム板当てて回して取るんですけど、これね、こじって取るタイプで、それがちょっと怖いです。それ以外は特にね、分解するのに困ることはありませんでした。で、以前のね、その前回の動画、前回そのキャノン F1 のオーバーホールをした時の動画でね、シャッター速度のね、精度を出す前に、フィルムを詰めて装填して、もうね、早く撮りたくてね。で、実際はね、シャッタースピードがちょっと遅かったんで、若干オーバー露出気味の写真も、あることはありますよね。スキャナーのソフトがね、補正してるんで、ほとんどわかんないレベルにはなってますけど、まあ、いい感じになってますけども、全体的に根が濃かったです。まあ、根がね、見たらわかるんですよね。黒くバシーってなりますからね。それでね、全体的に露出オーバーだなっていうのは、大体分かった。大体 25% から 30% くらいシャッタースピードが遅くなってたんで、自分で調整したんで、次からはね、ずっと適正露出で撮れると思うんで、まあ、リバーサル撮影にも挑戦しようかなと思ってますけど、その前にね、随分前にね、もう言いましたけど、ニコン F2 フォトミックと、このキャノン F1 ですか、まあ、同時期にね、発売されていたフラッグシップカメラ同士をね、対決させるということで、それで今この銀枠のレンズつけてるんですね。ニコンの方は、オートニッコール 50mmF1.4 の、ニコン名ね、日本光学名がシングルコートで、ニコン名がマルチコートってことね、これはね、多分ね、
あの、シングルコートになるんですけども、まあ、時期が重なるんでね、どっちのレンズで撮ろうかなと、SSC も持ってるんですよね。50mmF1.4 無印と 50mmF1.4SSC、どっちで撮ろうかな、悩ましいところではありますけど、まあ、あの、富士カラーのね、C200 を今度詰めてね、テスト撮影しておこうと思うんですけど、これからね、ちょっと秋が深まって、色彩豊かなシーズンになっていきますので、そのあたりでね、キャノン F1 とニコン F2 フォトミックをね、勝負させていくという、こんな企画になっていくと思います。こうご期待ってやつですけど、50mm のね、そのレンズ、各メーカーのレンズをね、たくさん集めてね、テストするっていうことも言ってたんですけど、あまりにも大変なので、挫折しました。もうね、まあ、撮影結果が、現像しなきゃわかんないんで、もう失敗してたらね、全部のフィルムがパーみたいな感じね、その、キャノン、ペンタックス、オリンパスもね、参戦してきましたね、今回。で、ミノルタでしょ、ニコン。まあ、そんな感じで 50mm、まあ、ペトリとか、他のね、のカメラも来てますけども、それ全部テストして、あの、一緒に写真撮ってね、比較しようと思ったんです。ちょっと無理っすね。もうちょっと挫折してね、今、それに使ってたフィルムをね、もう違う写真に、振り分けてる感じなんですけどね。なかなか、全部のマウンターをアダプターを買うお金もないですし、この企画はちょっと、50mmF1.4 のね、各メーカーのレンズを全部、取り比べっていうのはちょっと挫折してしまいましたが、まあ、せめてね、ニコンとキャノンの、フラッグシップ対決ということでね、まあ、レンズ対決になりますけどね、ぶっちゃけた話、あの、フィルムさえ同じだったら、フラッグシップ機だろうが、一番廉価機だろうがね、あんまり関係ないんでね、レンズが同じならね、まあ、話題性ということもあってね、F1 と F2、比較していくことになると思います。はい、今日の動画はね、こんな感じ、カメラ紹介ですよね。は、こんな感じになりますね。はい、ではここからは、視聴者様の作品紹介のコーナーになってまいります。はい、視聴者様のね、作品投稿のコーナーになりますね。今日はトップバッターはガメラさんから組写真になりますね。今回はデジタルカメラで撮影したものです。タイトルが1日の終わりということでね、機材富士フィルム XT2 でレンズが XF16 から55、F2.8、夕日が差す頃、渡船も船着き場に戻り、静かに日が沈むのを待つばかりということですね。写真なんですけどもね、これ素晴らしい光線で、絶妙の写真になってますね。2枚目の方はね、もうあの、金色に輝く夕日が、海に反射されてね、こちらも素晴らしい写真になってます。さすがね、あの、新しいデジタル用のレンズということもあってね、あの、フレアゴーストの発生、ゴーストなんかこれほとんどないですね。いや、いいレンズになってますね。1655か。1655、多分ね、マキエ系レンズなんだろうけど、F2.8 だったら違うか。ちょっといいやつか。ちょっと富士のね、レンズ詳しくないんでわかんないです。これ高いレンズですね。多分 2.8 なんでね。カメラさんありがとうございます。次がね、サムライジャパンさんから2枚。1枚目がね、グリーン、雨上がりの、道でかな。オリンパストリップ35、フジクロムベルビア50、2枚目がね、昼下がりのカフェで、ツアイスイコンタ 520-2、6×9 サイズ、フジプロ 160NS を使用ということですね。1枚目の方からいきますけど、これね、もうこんなね、絶妙な光の状態で、トリップで撮れるんですね。まあ、いつも言ってますけど、これ露出どうしてるんですかね。これ絶妙の露出で撮られておりますね。で、2枚目の方なんですね。6×9 ということでね、もう圧倒的なディテールになってますね。もう写真に入ってくるデータがね、深い、大きいというのがわかります。これね、SNS、Twitter のね、DM で送ってもらってるんですけど、まあ、原版を見てみたいですね。6×9、まあ、
以前紹介した67、マミヤの RB67 の写真もそうですけど、その動画とかね、そので SNS でシェアする限界をはるかに超えてしまってるんで、現場を見るともうね、うはーって言いますよ。そうね、サムライジャパンさんの家にね、行くことはね、確かサムライジャパンさん北海道かどっかですよね。無理なんですけどね、現場を見てみたいものですね。はい、サムライジャパンさんありがとうございます。次がね、1都市9さんから2枚、1枚目のタイトル展示品、2枚目のタイトルが登りということでね、カメラはね、共にニコン F2 フォトミック、ニコロート 50mmF2、コダックゴールド200で撮られております。なんですけども、2枚ともね、似たような感じですね。これはね、被写体から遠すぎるんですね。50mm とかね、35mm、まあ、28mm にもそうですけど、単焦点はやっぱね、足を使ってね、寄らないとね、絵にならないんでね、特に、1枚目はね、もう展示品ということですけど、メインの被写体がちょっとちっちゃすぎて、これ、スクリューですけどね、ちっちゃすぎますよね。他が映り込みすぎてメインがわからないという状況になっていると思いますので、もっと寄って撮ったらいいと思います。はい、一田敷さんありがとうございます。次がね、初投稿なんですけども、ペンネームがないんだけど、これ本名になってしまうんで、和久さんとでも言っときましょうか。もしね、次回投稿されるとき、なんか、ペンネームとか、こう呼んでくれっていうね、希望があれば、ということですけど、初の投稿です。今年の夏くらいから急激にスナップにハマってます。インスタ以外は投稿したことがないので、お手柔らかに。台はつけたことないですが、お疲れとでもしておきます。機材はね、ミノルタユニオマット、フィルムがね、富士カラーの ISO100 ということですね。写真なんですけども、これ見た感じモノクロですけど、モノクロ変換してあるのかな。でね、調子がね、これ非常に面白い調子になってますね。これブレてるんでしょうけど、動きがある面白い写真になってます。で、レンズが曇っているということでね、その辺も出たんでしょうね。ユニオマットはね、以前ね、紹介した動画で出てきてます。僕もまだ持ってることは持ってるんですけど、僕のね、ユニオマットは、ユニオマット2なんですけど、やはり後ろ玉が曇ってました。で、後ろ玉曇ってて、フィルム室の方からカニ目で回して取り出して、僕のはね、もうね、無水アルコールをつけずともね、ふさって吹いただけでね、曇り取れたんですよ。でも通常はね、なんかそんなことないみたいで、ユニオマットのね、後ろ玉の曇りはね、なんか持病みたいです。で、ネットとかでよく見るのはね、酸化セリウムでね、研磨するっていうね、方法で、それで大体取れるみたいですけど、その酸化セリウムの取り扱い自体が結構難しいんで、あんまりね、ギャンブルになりますね。レンズがダメになるか、クリアになるか、どっちかって感じですかね。ミノルタユニマットね、レンズがクリアだったらものすごく写りはいいです。多分テッサータイプになる、4枚玉になるんでしょうけどね。僕も撮ってね、びっくりしました。もしよかったらね、むちゃくちゃ古い動画ですけどね。探して再生してみてください。あ、リンク貼っとこうか。リンク出てくるかな。リンク出てきたら貼っときます。和久さんありがとうございます。次がね、佐賀 B28 直屋さんの、投稿ですね。中年オタッキー殿お疲れ様です。古いミニノート PC、リブレットで古いスキャナーを復活させましたので、神焼き写真を作品として投稿しますということでね。タイトルがモンスター登場、撮影1998年、三井オートスポーツランドで撮ってましたけどね。カメラはね、キャノン7、レンズがライツヘクトール 135mm F4.5、トライ X を、D76 で現像、直現像ですね。富士ブロ、WB 半光沢2号紙、キャビネサイズに手焼き、キャノンスキャンライド30でスキャンしましたということで、写真なんですけどもね、これ有名なね、ツインエンジン S クルードですね。モンスター田島ね、
ものすごくね難しい。ツインエンジンカルタスの時からね、バイクスピークとかね、ヒルクライムのねレースにね、登場していい成績を上げたねドライバーですね。むちゃくちゃエンジンが2個積んでるんで、そのコントロールがめちゃくちゃ難しいのをね、無理やりね、あの力ずくでコントロールする、ということでモンスターと始まってね、あのまあ、見た目がモンスターなのかもしれないですけど、すごいドライバーなんですね。これね、全日本ダートトライアル98年でねの一コマということですけどね、もう引退されてるのかなモンたちは。レース生録音とカラー撮影が目的でモノクロ撮影はこの1枚だけだったと思いますということですね。まあ、あのキャノン7でねこの手の動きのある被写体を撮るとなかなかだと思いますね。佐賀 B28 直江さん、ありがとうございます。今日の作品投稿のコーナーは、ここまで。ちょっとね待機者が4名もうすでに出ておりますが、ちょっとねお待ちくださいませ。次はね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日はね、ガメラさんからね、かなり貴重なカメラの写真をいただきました。オタッキーさんこんにちは。俺のカメラに投稿します。コダック35です。イーストマンコダックが初めて世に放った 35mm カメラで、1938年から1948年に製造されたカメラです。素通しの折りたたみ式ファインダーが気に入ってます。なかなかレアものじゃないでしょうか。いやこれなかなかなんてもんじゃないですね。1938年の 35mm カメラ、1938年発売ですね。ライカが1930年か31年かぐらいじゃなかったかな、ちょっとはっきり記憶してないですけど、それに遅れることわずかで、このコダックもね 35mm のフィルムカメラを出してたんですね。これフォーマットはフルサイズですかね、 24×35 ですかね。なかなかですね、マニアックですね。レンズがどれ 50mm になってるみたいですね。もうこの時代はすでに50mm が標準レンズとして採用されていたのかな。この流れを作ったのはライカなのかな、ちょっと詳しく調べないとわかんないです。古すぎますね。これちゃんと動くみたいなんで、鋭意撮影中ということですので、ね、取り上がったらね、ぜひぜひね、あの作品の投稿ください。今回はね、ちょっとカメラがあまりにもレアなので、このカメラをね、ちょっとこの写真を、俺のカメラのタイトル画面にさせていただこうと思います。はい、今日の動画はいかがだったでしょうか。このね、最近ね OM ばっかりね、触ってたんでね、今ここに OM2、ありますけどね、もうこの F1 の重さがずっしりきますね。ものすごく重たいです。OM が軽すぎるのかもしれないんですけど、まあ OM の方はねまた動画作りますけど、もうねこうして比べたらねわかるんですけど、やっぱね大人と子供って感じの大きさの差ありますね。本当に OM はちっちゃいです。楽ですね、カバンの中に、放り込んだりすることができるレベルの大きさですんでね、まあ、あんまり荒っぽくね扱うとね壊れるかもしれないんですけどね。はい、まあ OM2 の方もねぼちぼち動画になっていくと思うんですけど、他にもいっぱいネタがあるんでね、まだ時間が足りてないところです。でもうねあとわずかでねチャンネル登録者3000名いくんですけども、ちょっとね撮影テストの始めました。このキャノン FT ですけどね、ファインダーにねわずかにうっすら縦線が入ってるんですけどね、特に問題はないですし、露出系もね大方ねいい数字を出しております。これ取り上がって、どんな感じかでね、カメラプレゼントの、ね、景品にしていこうと思うんですけど、レンズはね、バリモンのね、FL50mm F1.8 の初期型、つまりね和製ビオタってね巷で呼ばれてるレンズをねつけてプレゼントする予定になってますんで、チャンネル登録者ねまだの方はねぜひぜひチャンネル登録お願いします。チャンネル登録をしてないとねカメラプレゼントに応募できませんのでね、
チャンネル登録をしてください。してからっていうことになりますね。でね、いつもの言っておりますけどね、この私の動画、コメントと高評価に支えられております。コメントの方はね、ちょっとね、走りっぱなしでちょっとまだ間に合ってないんですけどね、気づいたコメント、見落とさない限りはね、全部コメント返ししていきますので、お時間ある方はね、ぜひコメントお願いします。高評価の方はね、もうポチッと押すだけなんでね、ぜひぜひポチッと押してください。はい、まだまだね、ネタがたくさんありすぎて、まあ、困ってるような状況で、まあ、時間がないのが一番ですけど、まあ、写真を撮っていかないとネタになっていかないんでね、で台風とかもありまして、ちょっと天気がよろしくないので、写真の方が、遅れております。ドリームロコモーティブさんにね、いただいた、ファントム8ね、ISO8 のフィルムをね、今この A1 で撮ってるんですけど、なかなかね、天気も悪いし進んでないですね、次の動画なんですけど、次の動画はもしかしたら開封動画また来るかもしれません。えらいことやっちゃいました。まあ乞うご期待ということで、はい、それではね、今日は動画最後まで見ていただきありがとうございました。またね、次の動画をお待ちくださいませ。それではごきげんよう、さようなら。